シリウス言うね、シリウス。シリウスもいいんだけど、今からの題名。今ね、何や、サイポンで、ややこしいんだけど、シリウス24,800円で買ったんですわ。ね、企業ネギ2万があって、なかったら買えてない。それ買ってやったけども、ホームページは作る、転送がわかんないと。割とホームページビルダー20はちょっと転送が、それもホームページで作れる転送が分からないね。やれば、そこそこ稼げる。それでもう一つの手段として、ホームページビルダー20か21か買ったらね、1万2000円乗ってた。それは今月本当買えんことはない、3000円余るから買えんことないけど、やっぱその金をね、遊びに使いたいからね、人間って。だからやるの難しいんだから、12万しかないから。だから、買わないで。おいで、12月は皆さん生活保護が1万多いからね。常に返して8万しかなかったら、年金3万5000円で、わかるでしょ ?2 ヶ月に一遍で。8万しかないから、2万、常にいろいろ家賃の4万7000円返して、3万5000円しかない。2万7000円しか生まれないから、1万円増えて、3万7000円ですわ。2万のツール買おうと思って買えるんですよ。やけどもね、ええとこまで来たからね、一回これで、で、無料ブログね、ずーっと FC2 とかやって、10年間こちょこちょやってる、一つも売れたこと試しないんですわ。ほいでね、ある日、昨日、おととい、1週間前か、ちょっとヤフーないかなと思って、県外なんですわ。誰も買わない。で、FC2 の中で見てるってこと分かりましたわ。ほいで、富田勝成のはもう入れとるからね。まあ、そこそこええとこまで来ました。だから無料でちょっと、勝負して、そうそう、まだホームページ容器あったわ。それがね、クレジット出ないとダメとかね、最短ホームページって頭入ってるんですよ。シリウス、シリアン。このサイポンっていうかね、本があったんですわ。どっかにサイポンね。それで、あれですよ、わし、見出したんですわ。サイポンどこだ、どっかありますわ、じゃあいかんかな。まあ、あとでさ、どこサイポンあったんですよ。まあ、以上、そういうことで、ね。今日7度ですね、寒いね。まあ、ええとこまで来ましたわ。ね。まだ本当に言ったら、ホームページね、今の頭に入ったのは、ホームページも100個でも200個でも作ったら当たるなって、それがね、意外と当たらないんですわ。だから、シリウスでね、勝負したいんですけどね、その転送の仕方がわかんない。ほいで、月末にその、シリウスの、難しいよ、シリウス、難しいですよ、シリウスで、バリューサーバーのね、で使ってんだけど、それを、転送できますかって先生頼んだら1万あるでしょ。それ、だからそれも探すのも難儀だね。大変なんですよ。俺一人に、ね、面白いお姉ちゃんを出す。パソコン教室のね。ちょっと転送わかんないからお願いしますって言ったら、わしは一応、わしのこと一応紹介して、キャリア23年あると。まあ、できませんかあなたはできませんかって、それはまあいいけどね。できないからお宅頼んでもやるって言うたら、バカちゃうから、最後に言うと、おばちゃんね、お触るの。だから探すのも大変なんだ。だから、これよく考えたら億万長者なんて大変だね。例えばこのパソコンは壊れたらパーやしね。そっちのはシリウス入らんからね。これ7000円買ってもいいけど、そこまでだから難しいんだよ。7000円買っとったらもう一個入る。それが15日なんですわ。明日給料なんですわ。15日の夜の12時に切れる。もう遅いでしょ。パソコン7000円借りて、ね。ドタドタするわけにもいかんでしょ。で、シリウス消えたらこれ2万5800円で買わないでしょうね、もう一回。だからややこしいでしょ。だから金持ちになるのはね。ほいでね、人間ってね、よく喋るけど、金があったらね、キャバクラでもね、昔でも欲しい。淀川成功で50万ぐらい稼いだの、40万ね。向こう費500、5000。千葉、東京。全部キャバクラ使いました。ほいで、最初、60万円ぐらい仕事ばかし行っとるからね。下手って死んどったけど、最初。仕事せんね、2、3年。で、35年選手って女ね、仕事せんで。もう2、3年度はし精神狂ってね、精神病入ったんですよ。3ヶ月治った。抜け出してね。抜け出したので一生売るかもわからん。何の話かな。まあそういうことで、ええとこまで来てますわ。だから来年はドバイ行くか。することなんぼてばね、ニコニコ動画もクレジットやしね、ラインスタンプ作成もあるし、ちょっと見るとこは広告素材コンもあったし、書いてほしょ。バナンディスコの練習するもところなのかしね。ね。クラウドファンディングもやらない。よしとしょ、プライド DM 作成もせなさがいし、おばちゃん集めると、でもお願いしますし、ヤフートピックに出さんなんか、ラフリエイターセンター開設って、それも9000円ですよ、毎月。だからね、だからそんな、そうそう、
昔やったらね、例えば銀座のクラブに行って、おーおー、シャンパン3000円、3万円、30万円下ろすぞというような性格になったんですよ。今30万あったらこのツール買いますよ。だからだいぶ進化した。これで俺ね、なんか、ね、昔ね、例えばね、帽子ね、これフルになったらね、本当に言って買うんですよ。ね。買えんことないんですよ。それステンドグラスの背広も8000円。買わない。だいぶ利口になっとる。ね。これで生活が豊かになった。二人口は食えるけど、一人口は食えないって、それですよ。それで、かわいこちゃんがね、福祉のかわいこちゃんがリンゴ持ってきてくれてね、あれ助かりますわ、まんじゅうと。いいにえしね。だからだいぶ良くなりました。その子にもいろいろ買ってあげたんだよ。あのね、なんだこうね。以上。まあ、そういうことで、来年は、これでね、面白い話がね、AV 会社作ってね、おばちゃんの知るわけで見たら多分飽きると思うな、俺。まあ、でも1週間くらいじゃまだ波となるからね、それはそれ。以上、切る。以上。皆さん、切れない。